はい、おはようございます。はい、キャプテン浩二です。映ってるかな、ちょっと暗いですかね。まだね、夜が明けてないんですけれども、ただいまの時刻ですけれども、5時12分になります、ね、5時12分、今日はね、2024年の8月14日お盆休みでございます。で、今ね、どこにいるかというと、山の中にいます。山に入ったところにいます、バイクでね。そして今日はね、カブトムシをね、ちょっとね、探してみようと思っております。こんな感じで、今5時12分だからまだね、暗いんですね、山の中でね。外の方、山の外に出ればね、ちょっと明るくなってきておりますけれども、はい、こんな感じでね、クワガタムシとかね、昔取ったね、記憶がある場所にやってきました。知り合いの人からね、頼まれて、まあ、郵便局長から昨日ちょっと頼まれてね、カブトムシが欲しいということで探しに来ていますけれども、どの辺にいるかというとですね、この根っこのところね、だいたいクワガタムシは上の方、上の枝の方で休んでるんだけれども、カブトムシはこの根っこね、幼虫からね、成虫になって、根っこのその水がね、ちょっとね、あるところにいるんだけれども、ちょっとね、今日はね、久しぶりに来たのでね、中には入れないんで、こうやってちょっと確認してみます。ちょっとした枝の上に止まってたりするんだよね、カブトムシはね。そしてこういったね、腐葉土の、土の中に幼虫の卵があったりして、幼虫が成長して、そして大きくなったら、ちょっと水気のあるね、根っこの間とかにね、いるんだけれども、あれ違うかな、ちょっと探してみましょうね。ちょっとね、まだね、暗いからね、今の時間帯はクワガタムシがね、活動してると思うんだよね。もしかしたらね、木をね、叩いたら落ちてくるんですよね。こんな感じでね、いそうな、クワガタムシがいそうな、あれ違うかな、ちょっと中に入ってみようか。わからないんだけども、まあ、腐葉土ですね、腐葉土。ああ、クワガタムシいそうな気がするんだな。いたらいいんだけどもね、どっかにね。なかなか見つけるよりもね、木をね、叩いてね、足で蹴ってね、した方が落ちてくるんだよね。いそうですね、でもね。昔ここでよく撮ってたんで、ちょっと動いてたらわかるんだけども。ちょっと上まで行ってみるかな、ちょっと怖いけどね。もうちょっと白くなってきたらいいんだけどね、明るくなってきたらね。この木やったかな、ちょっと記憶は定かではないんだけども、こういったね、古い木にもいるんだよね、朽ち果てた木にもいるんで、これはいそうな気がするな。どっかにいそうな気がするんだけどもね、クワガタでもいいんで、取れたら嬉しいんだけども、ちょっとね、足場がね、悪いんでね、ちょっと外からしか今見れませんけど、あ、こういう木ね、
こういう木のね、枝分かれした木の間とかにいるんで、ちょっと足場悪いかな。蛇とかいるんでね、子供の頃よくね、こうやって思い切ってもうカブトムシとかクワガタ欲しさにこう来てました。こういうところにね、これいそうだな。こういう木のね、腐った木の中に幼虫の卵があったりするんで、見当たらないね。ちょっと蹴ったらいいんだけどもね。ちょっともうちょっと白くなってからやりましょうかね。こういうところとかいそうな気がするんだけども、ちょっと叩いてみましょうかね、後でね。もうちょっと白みかけてから、ちょっと目視点検でね。はい、目視点検します。この辺もあったかな、こっち側にもねあるんだよね。ねえ、下の方ね、腐った木も落ちてますし、木がね割れたやつが落ちてますし、鉄鋼のねところなんですけれども、いないね。ああ、いそうな気がするな。いないかな。はい、そんな感じで今からちょっとね、目視電源で探していきます。収穫はちょっと期待できないけどね。まあ数稽古でね、どんどんいっぱいね、いっぱい見ていかないとね、難しいのかなと思います。これ木腐れてるな、腐れてもうダメだな。こういったところね、朽ち果ててる下の方を見てみたらいたりするんで、ちょっと明るく、もうちょっと明るくなってもいいと思います。でそしてね、昼間はね、昼間はちょっとね難しいです。ブトとかね、いっぱい飛んでるから刺されたりするんで、こうやって朝方ね見て回るといいと思いますので、やっていきましょう。頑張ってね、根気強くね。でいたらね、また報告しますので、一旦ここで、動画止めます。はい、キャプテン浩二です。山のね、上の方までね上がってきました。ただいまの時刻は5時41分ですね。そしてね、こんな感じでね、木がいっぱいあるんですけれども、セミの声がねうるさく聞こえておりますね。久しぶりに来たんですけれども、ここね昔ね野犬がねいてね怖かったんですけどもね、バイクでね走ってるとね追いかけてきたりしてました。あー、久しぶりに森林浴というか、こういうのもいいね。山でお散歩というのもいいですよね。ちょっとまだ暗いのでね、よく見えないんですけれども、昔ね木をね蹴ってね、クワガタを落としてたんですけども、さすがにね今の年になったらもうちょっと蹴ったらね足が痛いのでちょっと蹴りません。で目視点検ですね。まあそう簡単にはね見つからないよね。でもいることはいるんだよね。カブトムシはね明かりが好きなんで、明るいところねに出てきます。いつもはね暗いね蜜というか木のね枝分かれした部分にの水が溜まってる部分にいるんだけれども、
ちょっと難しいよね。この時間帯にいるんだよね。一番あのゴールデンタイムなんですよね、クワガタはね。カブトムシはどうか知らないけれども、でよくね、あの道端とかね、落ちてね、あの道端に道端下を見て歩いてると、カブトムシは意外とね、あの道端を張ってる時もあるんで、下を見たりしてね、こういうところに来ればカブトムシが発生する、発生率というかね、出くわす、あの確率がね高いので、ちょっとまだね、あの暗いのでね、ちょっと分かりませんけど、ちょっと近づいて見てみましょう。こういったところね、木の枝分かれした部分とかで、クワガタは上の方にいるんで、いないな。これ蹴ったらいいんだけどもね、あの大きいからね。昔はね、小学生の頃はね、蹴ってね、落としてましたけども、あれは違うかな、動いてるような気がするんだけども、本当にね、あの見つけにくいんですよね。うん、涼しいからいいよね、お散歩ね。はい、ほたらね、あの動画撮りながらちょっと上の方まで行ってみましょうかね。ここね、あのロマンスが丘と言いましたね、結構ねお散歩に最適でございます。周辺を見ながらね走ってみたいと思います。はい、それではね、こんな感じでございました。はい、はい、キャプテン浩二です。上の方までね、上がってきました。ロマンスが丘の入り口までやってきましたけれども、今日のね、収穫はね、ないですね。白くなってきたんで、今からね、あのちょっとまたね、あちこちね、あの探していきたいと思います。なかなかね、見つからないよね。あ、自転車が止まったかな。自転車でハイキングしてるんかな。あ、捨ててるんかな、自転車ね。おお、ここにね、自転車がね、大量にね、廃棄されてるみたいね。あー、すごいね。電動自転車もあるね。これなんだろうな。あー、廃棄自転車だね、これ多分ね。へー、これいいね。まだ使えるよね、これ。電動自転車とか廃棄されてるんだね、上の方に行ったらね。こんな感じでね、もったいないよね。あ、これはいいよな。もったいないよな。これ何使ってたんだろう。後ろにね、あの買い物カゴが積んでるんで、
ああ、こういうのもバッグもあるしね。これもったいないな、電動だからね。でもね、あの窃盗の自転車かもしれないし、わからないけれども、あんまりね、あれしないようにしておきましょう。ちょっとね、白くなりましたのでね、ちょっと木を見てみましょう。この辺、涼しいからね、いると思うんだけどもね、こんなに木がね、生い茂ってるとは思わなかったな。昔はね、あの向こう一望できたんですけどもね、町がね、まあいないかな。はい、気合い入れて探さないと いけないね。でもこの自転車もったいないよな。でも持って帰ったらね、持って帰ってあのたくさん所有してたら、あのなんかね、あの窃盗みたいに、疑われるからね。だから自分がちゃんとね、購入した自転車で、所持しないと。たくさんね、僕自転車好きだからね、あの持って帰りたい、持って帰って部品分解して部品取りにしたいんだけれども、やめときます。はい、そしたらもう今日はこれで終わりにします。で もしね、カブトムシ見つかったら、報告しますので、その時はよろしくお願いします。また動画あげますんでね。はい、それでは失礼いたします。